陳祖の進むは、中華民国の医師、政治家。高尾市長、立法委員を経て、2018年中華民国、統一地方選挙で、高尾市長候補として出馬するも敗退。2019年より、蘇貞正内閣の行政委員副委員長。2020年8月、高尾市長に当選。は、台南学生時代には、 父の影響もあり、3月学園に参加していた。代々では後に中華民国副総統となる人権人の文科生として公衆衛生分野も収めた。長科の委員での勤務を経て、その後政界に進出。当職員、立法委員を経て、2005年に当時の高尾市長社長邸が、 行政委員長へ転身したことに伴い代理市長となり、第55回ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞した台湾映画のスイカについて舞台となった高尾の知名度を飛躍させたとして、監督の蔡昭介に報奨金に1000万ニュー台湾ドルを授与している。同年8月に発生した高尾都市運建設事業現場での外国人、労働者の暴動で隕石辞任。 ロンドンスクール・オブ・エコノミクス客員研究員を経て、再度立法委員を務める。行政院副委員長2019年初夏に、地元の高尾でデーング熱が蔓延し、陳が中央政府の一員として派遣されたが、新市長の韓国有の対応の遅れが目立っていたことから、中国5番ウィキペディアでは、陳の記事に県民高尾市長と記述されてしまうほどだった。 COVID-19 国家衛生式中心での際、英文、陳時中、陳その進む。2019年末から2020年1月上旬にかけて、新型コロナウイルスの中国での流行と人から、人への感染可能性を察知すると、中華民国総統選挙を目前にし、かつ空軍ヘリツイラク事故などの対応にも追われる、中でも貿易の専門家として、上官の疎佐が増さととともに、 水際対策における各省庁の横断的な調整を一手に担った。人と行政院秘書長を務める利武子ことわざ二人が各部会との協議で集約した意見を祖に上進し、祖が即座に政府決定として実行に移すという鉄のトライアングルと称される体制で貿易に当たった。渡航歴や行動歴、マスク購入歴を健康保険 IC カードと 紐付けるシステムを数日で構築させた際には、まるで脅迫と自重している。マスクの確保では、予算と責任は自分が負うとして、陳越には国内での生産ライン構築に注力させ、在庫管理と製造装置の調達を支援。数ヶ月かかると言われた日産1000万枚体制を1ヶ月弱で実現した。流通面では、東大取りとの会議で生まれたアイデアを採用し、 実名性と在庫の可視化を通じてトップダウンながらも市民生活への影響を最小限に抑えるべく奔走した。国民への広報は陳次中止期間で衛生福利部部長に一任し、自分は最前線に立つ時中の兵隊役に弟子していると語っている。高尾市長選挙再出馬2020年6月6日の罷免投票で韓国輸の解任が決定し、 12日に失職が決定したことに伴う補選で、その進むの出馬が決定し、行政委員長素定正へ辞表を提出した。民選選挙が施行されて、初の直轄市長補欠選挙は、期間中に女性高尾市議だった国民党の公認候補が、国立中山大学での論文被差後ひか疑惑が取り沙汰されたことや、陳が行政委員副委員長としての、 新型コロナ貿易で政治家として目に見える実績を残したことから、序盤から陳運営優位に展開し、2020年3度目となる市内大型投票だったことから、投票率は正規の市長選から大幅に落ち込み、6月の非免投票とほぼ同じ40%台だった。そのような情勢で、陳は2014年の選挙で、 陳菊が記録した68%を更新する、同志歴代最高の70.03%の得票率を獲得、38行政区中35行政区を制止圧勝した。アレンクでは、陳の得票率が77.69%に達し、年初の総統選、立法委員選及び6月の秘免投票で、全市最高の投票率だった京都区は、 今回も市内最高の投票率49.06%で、陳の得票率も77.32%だった。選挙期間中には Google で韓国有発言人の検索結果に陳が表示されたり、投票日前にもかかわらず、中国5番、Wikipedia の陳の記事が第三代高雄市長と書き換えられるなどの騒動があった。8月21日、 24日の就任を控え、政府の新人事を発表。父の陳哲夫も、立法委員などを務めた、政治家。マレーシア系家教の家系の夫人は、その進むと同じ大学出身の三夫人会で、高尾町カノ委員での勤務を経て、高尾市内で開業医。夫人との間に一難かずめを設けた。第14代総統の蔡英文と共に、猫好きで知られ、 2018年の市長選挙で敗れて落胆する支持者に感謝と色の動画メッセージを配信中に飼い猫の子米が乱入し視聴者の注目を浴びた動画は累計55万人に視聴された高尾市長選挙得票分布高尾市長選挙得票分布ありがとうございます